救急隊員への暴力や暴言などの妨害行為が2019年から今月までの間に111件発生していたと東京消防庁が発表しました。東京消防庁は活動への理解と協力をお願いしますと呼びかけています。フロントガラスがひどく損傷した救急車に、裾がビリビリに破かれた隊員服、どちらも実際に救急隊員が被害に遭った時のものです。東京消防庁によりますと、このような隊員への妨害行為は2019年から今年までの5年9ヶ月で111件発生しているということです。今年救急車の出動回数は東京消防庁管内で過去最多となった去年を上回るペースとなっています。東京消防庁はこうした妨害行為が救急隊の活動をさらに逼迫させているとして、限りある救急隊が迅速に現場へ向かえるよう活動への理解と協力をお願いしますと呼びかけています。東京消防庁は妨害行為へは法的措置も検討していくとしています。救急隊員への暴行は今月も2件起きています。一つ目はこちら、酒を飲み酔っていた搬送者の家族が突然救急隊隊長に馬乗りになり顔面を殴打したということです。殴られた隊長は頭部外傷で別の救急隊によって搬送されました。この暴行により当該の救急隊は7時間にわたり出場不能になり、追加で救急、消防、警察が対応することになりました。さらに別の事案では、搬送先の病院を探しているときに搬送者が激高し、台所の包丁を手にしたため救急隊の隊長が止めたところ、今度はそれを見ていた搬送者の知人が怒り出し、搬送者とともに隊長の顔面を殴打したということなんです。この時も当該の救急隊は2時間にわたり出場不能となり、追加で他の救急隊などが対応することになりました。いずれも暴行した加害者は警察によって現行犯逮捕されたということです。他にも聴診器を噛みちぎられるなどの被害もあったということなんですが、清水さん、ちょっと驚いてしまうような現状ですよね。いや、もう信じられないですね。やっぱりこう救急隊員の方とか消防隊員の方とか、皆さん本当に今人手不足じゃないですか。まあ、件数も上がってるってことですから、それに対してこんなことをするったら本当に言語道断だなと思います。やっぱりこう気軽にこう119する人が増えてきてるっていうところも、まあ、多忙化の問題もあるので、まあ、例えば小学生になった時にこういう時は110番と119っていう風に習ったりしますよね。はい、その時に例えばファーストチョイスでシャープ7119を押しましょう。それでももし、反応がね、急いでくださいって言われたら、じゃあつないでもらうとか、そういうところから教えていかないと、ちょっと件数がやっぱ増えすぎてるってところも問題かなと思っております。そうですね、なんか意識の変革、まあ、大人もですけれど必要ですね。はい。